はい、えー、こんにちは、トレーダーのともです。えー、それではですね、えー、今日は、あまあ、最近ですね、株価、あ爆心中の桜インターネットですね、3778、えー、やっていきたいなと思っております。 えー、まあまりですね、こう、大型の銘柄を触ってる方はですね、あの、全然興味ないよっていう方もいるかもしれないんですけども、まあ、デートでやる方はですね、えー、まあ、もう知らない人はいないかなという銘柄で、まあ、プライム銘柄ではあるんですけれども、PR は130倍ということで、えー、そういうことになっているわけですけども、やっぱり国策銘柄の一つとしてですね、かなり今年、まあ、注目をね、集め続けるのかなと、まあ、そんな風に見ております。 はい。で、えー、これですね、桜インターネットのその決算説明資料、まあ、前回のですね、決、えー、算説明資料にはなるんですけども、まあ、どういうことをですね、書いてあるかというと、 はい。えー、第2シャンキーいうことで、まあ、重点施策への取り組み状況ですね。で、えー、まあ、1月ですよね。今年の1月に提供開始予定の生成 AI 向け GPU クラウドサービス。まあ、この辺の生成 AI というところもですね、えー、去年から結構テーマにはなっていますけども、まあ、今年も引き続きですね、まあ、AI 向けのそういった半導体とかね、その辺の周辺というところはかなりテーマとしては続くんじゃないかなと思っていますので、まあ、この桜に限らずですね、まあ、こういった、この生成 AI あるいはですね、それに付随する半導体周りっていうところ やっぱり見ておく必要っていうのは随分あるかなと思いますよね。 で、まあ、プライム銘柄と言いながら、まあ、この銘柄は、どちらかというと、このグロースで見た方がいいかなと思います。この今後の成長性っていうところですよね。だから今の段階っていうのは、まあ、ここにも書いてありますけれども、78.5億円の追加投資だとか、あとはですね、えー、まあ、これは国策っていうところですけども、デジタル庁におけるガーメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供っていうことですね。まあ、これに応募していって、まあ、これ決定ではないんですけれども、まあ、数年内の3人を目指しますよっていうところ。まあ、それから人材っていうところのね、確保に関しても、えー え、当期中に100名規模を採用予定というふうに考えてますよね。っていうふうに書いてありますので、まあこういったところで人材の増加、それから設備の投資っていうところで、まあかなりグロスメガの性質がですね、出ているような、そういった決算説明書になっているっていうことで、えー、まあそこのところでですね、まあ、ただのインターネットの会社ではないよということで、まあかなりこれだけ注目をされているっていうところ、それから、まあこの注目が結構ずっと続いているところもすごいですよね。一過性でパンとと上げてすぐ を下げてしまうっていうことじゃなくて、えー、上げ続けていって毎日毎日っていうところがすごいのでまあこの相場っていうのがですね、えー、どこで落ち着くのかっていうのはまだわかりませんけれどもまあ引き続き注目っていうのはしておく必要があるだろうというところです はい。で、えっ、ー、と、まずですね、受給状況を見ていきますと、信用買いのところが190万入っております。まあ、これ日々公表銘柄になってますので、毎日ですね、トレードする方はチェックをするべきかなと思いますが、まあ、信用買い山が190万。で、売り算の方が122万、えー、あるような形になっております。で、えっ、ー、と、今日のデータはね、まだ出てませんけども、だいたい1000万株ぐらいはね、しっかりと出来高があるような形になっております。で、まあ、最近ですね、えー、昨日は川崎線の動画を出しましたし、まあ、 中だと、えー、墨石ホールディングス、えー、こちらも今日も続進してましたけれども、まあこういった形でですね、この期間の空売りっていうのが踏み上げられているような銘柄っていうのがですね、まあ最近結構、まあ、上昇してきているなと思いますが、まあ桜もそんな感じで、まあ期間ですね、えー、ここで見た感じ直近で4社ほどですね、えー、バイバイがあ見えますけれども、 まあ少し、まだですね、空売りを追加したり、モルガンですね、えー、っていうところも見られますので、まあそういう意味ではこれだけ上がってきても、まだ空売りを入れているっていうことで、えー、期間がですね、かなり苦しい立場には置かれているんじゃないかなと見えますね。ただ、この辺は、まあ、個人のこのね、カラオとかも入っているので、まあこの辺の踏み上げっていうところも全然あるんじゃないかなと思いますので、まあこういった銘柄に空売りを入れるっていうのは、やっぱ絶対やめた方がいいということにはなりますね。あと、マシタンポは引き続きかかっていますので、まあそこは注意しながらトレードが必要だろうということです。 はい。ということで、月足からですね、えー、ちょっと見ていきたいなと思いますが、えっと、まあ、桜インターネット多分ね、僕の動、あの、チャンネルではですね、初めて、えー、このあ、使うかなとは思うんですよね。で、今月足見ていきますと、すごいことになっていますね。年初来からで、まあ、あ昨年の12月末の引けぐらいから見ていくと、もう60%以上の上昇。まだ今月半分しか経ってないですけども、それだけ強い上昇になっているっていうことですね。で、まあ、 上昇率っていうところでいくと、こう2016年の上昇とか、あと、直近でいきますと、この6月ぐらいのね、この上昇っていうのが結構大きかったわけですけども、まあ、やっぱりこの11月からの、そのちょっと国策銘柄としての動きっていうので見ていきますと、もう200%ぐらいのね、こ,こからだと上昇になっていますので、まあ、そういう意味では、やっぱこの3ヶ月間の上げっていうのは、えー、すごいものがあるかなと思います。まあ、出来高っていうところで見ても、やっぱり全然レベルの違うものになっていますよね。こんな感じでね。はい。 で、えっ、ー、と、週足見ていきましょう。はい。ま、週足も今週足、えー、まだ月曜日と火曜日だけなんですけども、先週よりも長い大陽線となっています。で、えっ、ー、と、まあ、このメ柄ガに関しては、結構ですね、この持ち合いをちゃんと作るような形になってまして、 例えばこの去年の足とかを見ていきますと、この綺麗なですね、三角持ち合いみたいなのを作って、で、そこを抜けたタイミングで一気に上昇をしていくというような、そういった流れっていうのができているのかなと思います。もちろんこの上昇時っていうのは、えー、ここもそうですね。2023年6月もそうだし、11月、12月に関しても出来高をしっかりと伴った、そういった上昇になっているよっていうことですよね。はい。 で、えー、今回のところでもやっぱり三角持ち合い、まあスケール的には前回よりもだいぶ小さいんですけども、綺麗な、あ底根を切り上げ、そして、えー、高根のところも切り下げっていう形で、えー、一応ですね、この三角持ち合いを作って、えー、で、この持ち合いを抜けたところを金ですね、一気に上昇していくっていう形は、ここと。 ここ、まあ、非常に似ているものもあるのかなと思います。まあ、そういう意味では、あまりですね、この値位置から、このスイングトレードをして、ここからポジションを入れていくっていうのは非常に危険。なので、一旦ですね、この斜めのですね、ネックラインみたいなのを作ってくるまではですね、やっぱりスイングっていうのはなかなかしづらいのではないかなと。要は下が固まった状態でないと、なかなかその火をまたぐようなトレードっていうのはしにくいんじゃないかなと思っています。で、冷やし見ていきましょう。はい。 で、今の形見ていきますと、 はい。まあ、ずっと大、陽要でね、来ているわけなんですが、これですね、一つ注目できるのは出来高ですよね。出来高が、この前回のところですね、ストップ高とかも入れながら上昇してきているわけなんですけども、これの11月末ぐらいの上昇のところと、今比べると、だいぶ少ないんですよね。で、これ、マシ担保の影響だとは思います。なので、このマシ担保っていうのが、まあ、今のところ解除される感じは全くないですけれども、こののところが解除されてくるとですね、この出来高も戻ってくるっていうふうには、 え、個人的には、あの、見ているという感じですね。だから、この出来高の減少っていうところは、それが要因なので、そんなに、あの、気にしなくてもいいのかなと、まあ、そんな風には思います。で、まあ、ライブとかでもお話ししたのは、このやっぱり2200のところ、この出来高っていうところはかなり多かったので、ここで少し揉んでますけども、こう抜けたところっていうのは、やっぱチャンスなんじゃないかなっていうところで、え、言っていたわけですね。 で、まあ、こう抜けたところで、やっぱり、しっかりとですね、えぇ、ー、こうできた高っていうのも乗っかりつつですね、上昇っていうのが今進んでいるわけです。で、まあ、こうなってくると、もうやっぱりスイング、先ほども言ったようにスイングが非常に危ないので、毎日毎日、こうデイトレーベースでですね、え一日一日仕切っていかないと、どっかでこう陰線っていうのが来た時に、それに対応ができなくなっちゃう、対応が遅れてしまうっていうことですよね。 だからそれっていうのに気をつけないといけないですので、これはデイトレでやるような銘柄だとは思います。今日もかなりギャップアップ幅が大きいですからね。こんだけギャップアップしてスタートしてるわけですので、これは非常に、あの、ま、今日は要戦だったから、あの、言ってもよかったと思うんですけども、どっかで陰線引くっていう可能性はやっぱ常に頭に入れながらトレードする必要があるかなと思います。 はい。で、えー、じゃあデートレベースっていうところでちょっとここからお話をしていこうかなと思います。もう真上が何もなくて徐々来なので、えー、そうなってくると、まあ、この目標値みたいなのはもう作れないわけですよね。どこまで上がりますかと言われてもそれはわかりませんという形になるので、じゃあ何を頼りにいくかというと、やっぱりチャート、それから出来高あっていうところ、まあ、それを見ながらっていう形になると思います。で、今日は出来高が、 一千万株ぐらいですね、えー。ありましたので、まあ、大体この一千万株っていうところが今バロメーターにはなってきてるんじゃないかなと思います。大体一千万株ぐらいあれば、しっかりと陽線で登っていけるような、そういった水準になっているので、例えばこれが300万とかに一気に減っちゃった場合っていうのは、えー、かなりの確率でこれは陰性になっていくだろうという、そういう頭で、えー、富士川ですね、スタートしていく必要っていうのがあるかなと思いますね。 まあそういう意味で言うと、この寄り付きの足、まあ、出来高ですよね。寄り付きの出来高っていうところが、例えば5分10分ですぐシュンとしぼんでしまわないかどうか。まあ、今日なんかもそうですけど、1日ずっと出来高がある状態ですよね。こういう日だったらしっかりと高値を目指していきますけども、えー、これがですね、ひとたび、例えば2、30分したらもうほとんど出来高がなくて、値動きないみたいな感じになると、ないやがらと言ってですね、えー、まあ、お口の売りっていうのが降ってくるわけなので、まあ、そういったところには注意をしながら、トレードをしていくといいかなと思います。 で、この5分足でちょっと見ていきたいと思うんですけども、例えばですね、あの、昨日今日の足とかを見ていくと、この上昇トレンドですね、この黄色いラインっていうのが結構機能をしているかなと思います。なので、このトレンドラインっていうところを、まあ、意識をしながらですね、トレードする分には、明日も一応ですね、見ていける、そういったポイントはあるんじゃないかなと思いますね。じゃあ、どういったところをポイントとして見ていくかということなんですけども、やっぱりこれ、この、 上昇トレンドラインに対してですね、右斜め下のこのネックラインっていうのを作るような、そういった動きっていうのが多く見られるんですね。例えば、こことか見ていきますと、こんな感じでですね、高値を切り下げていって、三角持ち合いみたいな形を作ってからですね、ここを抜けたところから上昇していく。ここもそうですよね。簡単な持ち合いみたいなのをここで小さく作ってですね。で、ここのネックラインのところを抜けたところから一気にまた上昇していくっていう形ですよね。ここもそうですよね。 高値のところからネックラインを一本規定をして、次の日にギャップアップして要請になっていくと。ここもそうですよね。 はい。こんな形で三角持ち合いを綺麗に作って、高値を切り下げていってからですね、ここで小さな持ち合いを作ってから、そこを抜けたことを機にまた上昇を開始していくというような形。だからこういう形っていうのが、まあずっと見られていますので、まあ、そこのところのトレンドの移り変わり、それから持ち合いの上抜けっていうところのタイミングっていうのになっていくことで、割と効率よく、まあ、見ることはできるんじゃないかなと思います。 で、まあ、出来高も結構あって、板もですね、あの、しっかりと詰まった状態なので、まあ、今のこの桜インターネットのトレードっていうのはそこまで難しい感じはしないという感じですね。急激な柄とかもたまにあるんですけど、すぐに買い戻されるような動きなので、まあ、それであるうちっていうのはそんなに難しくないのかなと思います。 で明日見ていくところと行きましては、一応出来た塊っていうところもちょっと考えながら行きますと、3500の、3550ぐらいのところですかね。まあ、この辺のところで、一応ですね、リセンアーセンディングトライアングルみたいな形を作っていますので、まあ、高値っていうところをですね、最後グッとですね、お家が買ったような雰囲気がありますけれども、この3550とかを撤退ラインにすれば、 えー、続き足、あるいはこの上冷えのね、ところとかできれば、ああ、まあ、打心から、この辺入っていくのは、全然悪くはないのかなと思います。ただ、ここの撤退ラインっていうのをちゃんと守らないと、陰線、ぐっとですね、下に押してきた時っていうのは、かなり怖いものがあるので、えー、ここは撤退ラインっていうのを死守するということは、一応ですね、ルール付けとして守っておく必要はあるかなと思います。 で、これギャップダウンして、例えばこの辺とかからスタートした場合っていうのは、要はこのトレンドラインっていうのが、一応利確ラインとして見ていた人にとってはですね、えー、損切り、あるいは利確の、まあ一つの支持基準となりますので、ギャップダウンした場合っていうのはちょっと危ないと。要は3550の,のラインですね。このラインよりも、だいぶ下で始まるようでは、えー、結構ですね、利確が混んで陰線を引いてくる可能性っていうのは十分見といた方がいいかなと思いますね。まあその辺のところも、一応5分足ベースで見ていって、 丁寧なトレードっていうのを心がけていかないと、こういった急騰のところっていうのは、えー、デートでは難しいかなと思います。 で、この相場で一番やっちゃいけないことは、まあ、いつも言うように、まずスイングをしないということ、日をまたいだトレードをしないということが一つと、もう一つは空売りをしないということですよね。この二つっていうのをしっかりと守っていれば、まあ、そんなにやられるような形ではないかなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしてみていただければと思います。また、こういったですね、デイトレもスイングもそうなんですけども、そういった僕のトレードについてですね、もうちょっと効率よく知りたいという方は、あの、概要欄にですね、サロンの方の、えー、オンラインサロンやってますので、サロンの参加もですね、検討してみてください。 見ていいいただけるとと嬉しいなと思いますはい、ということで、えー、今日もですね、桜、撮れた方、おめでとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。